どうも、片野慎一郎です。長見る大です。早速なんですが、僕はアクション映画が大好きなんですが、アクション映画といってもコマンドのようなミリタリーアクションやスターウォーズの SF アクション、ジャンルは多く分かれていますよね。あ、そうですね、確かに。一言アクション映画といっても、見る人によって好きなカテゴリーや展開の好みが大きく分かれるのがアクション映画の面白いところでもあると思うんです、特に80年代は様々なアクション映画が多く生まれては消えるカオス状態だったんじゃないかと思うんですよね。で、今回お話しさせていただく作品は、でも第一の挑戦ですやっべ、マジで聞いたことねえこれ、1985年公開の映画とちょっと古い映画ですが、今見返すとある意味斬新なんですよ。どんな話なのこれ。あらすじをざっくりお話しすると、刑事のサムはある日政府によって死を偽装され、名前をレモに変えさせられ、別人として生きることになる。レモは法律の届かない巨大な悪に立ち向かう暗殺者に選ばれた。武術指南所を得得したレモは軍事産業の陰謀と戦うっていう007やジェイソン・ボーンみたいな映画なんですが、それもそのはず、この作品新たな007どころか007シリーズ超えを狙った作品なんですって。あれを超えようとしたんや、すげえな。さすが80年代ですよね。野望がでかい攻めの姿勢がいいんですよね。ただ賞賛が全くなかったわけではなくて、この映画の原作はデストロイヤーっていう150巻ぐらい続くすごい小説らしいですよね。そんな長いのある。そう、この作品の大きな特徴どころか最大の見どころといったら謎の古武術指南所ですよ。はあ、リベリオンのガン型みたいなものだ。ああ、そうそうそう、近いかもしれないですね。この作品のオリジナル設定の武道なんですが、東洋武術といえば空手や武士道、忍術、カンフーがハリウッドに市民権を得た頃、あえての東洋の神秘指南所もう攻めてますよね。これ完全に架空のものなんやろ。これ架空のものらしいです。はい、この指南所、映画内設定では昔から伝わる暗殺拳で、神経を極限まで研ぎ澄まし、銃弾すらも避けるって拳法なんです暗殺拳でだけでちょっとうさんくせえよな007と北斗の拳を混ぜてみましたって、なんか斬新じゃないですか。いや、余計チープに聞こえるやろお前その言い方規制概念にとらわれない攻めの姿勢を感じざるを得ませんよね。またこの頃、白人男性が東洋武術を身につけ無双する映画はベストキットのように独自の練習方法が魅力の一つでもあると思うんです。なるほど。このレモも訓練するんですが、練習法がまずファーストフードを食べない練習なの？その練習のカテゴリーの話なのそれは。まあ、理由がちゃんとありましてね。理由は神経が鈍るからって体をトレーニングする上で確かに避けた方がいいと思いますが、映画で言われるのは珍しい気がしませんか？何これ、マクドナルドとかスポンサーつけえへんやそうなんです、そうなんです。結構否定しますこれ。はい、珍しいね確かに。まあ他にも体を動かす鍛錬では、とにかく高いところで走ったりジャンプしたりします。なんか普通やね。そう。もうでも高いところって観覧車にぶら下がるぐらいとかですからねこれまあでも何の意味があるのかとか、野暮なことは言っていけないのが指南所ですよ。今で言えばパルクールみたいなものですかねなんか余計わからんくなる、そういう情報足されるといやまあここ鍛錬が呼吸法とか技の型とかじゃないんですよね。はあ、どういうこと。もうなんか一周回って斬新じゃないですかこれ。はあ、また指南所の発祥の地は韓国あたりで、師匠も韓国人のおじいちゃんってところも新しい気がするんですよね。この師匠が銃弾を華麗に避けるシーンがいいんですよ。ほう、華麗に避ける様はまさにダンスのようにひょいひょいって避けるんですよね。もう指南所半端ないんですよ。いや、指南所なのかそのジジイが半端ねえのかどっちねえってことになるし、これ指南所すごいからこれ。で、同時期公開されたベストキットの宮城さんも達人感半端なかったんですが、なんか勝手なイメージでこの頃の映画の謎の達人って中国人か日本人かみたいなイメージが僕勝手にあるんですよね。あ、だから韓国人ってところがちょっと当時として新しいんじゃねえかと思ったわけね。そうなんです、そうなんです。他にあんまり聞いたことないんで、まあ確かに一言で言ったらね、拳法使いの007ってだけで収まってしまう作品かもしれませんが、逆にこの時代だからこそできた革新的な作品じゃないかなと僕は思うんですよね。時代の流れの中で様々な形に変わりながら発展していくアクション映画、特に80年代アクション映画は新しいものを取り入れすぎて、カオスな作品も目立ちますが、この作品のようにキラリと光る隠れた名作もいっぱいあるんですよね。初め
めて聞いたもん本当にこんな俺もう。でも第1の挑戦、第1ってだけあって第2第3の指南所の活躍を僕は見てみたかったですって。え、ちょっと待って、え、第2の挑戦はないわけこれ。これですね、残念なことにないんですよこれ。あ、人気出なかったから。そう、正直今話したように指南所すごく魅力的なんですよ。でも作品だけ見たら正直ちょっとカオスなんですよね。いろんなものごったにすぎちゃって。なるほどね。だこれ本当に言いたいのが、80年代のアクション映画って若干カオスかかりすぎちゃって、いいものがある中で周りがちょっとぼやけすぎちゃって。ああ、なるほどね。じゃあ何、ね、この指南所だけピックアップしてブラッシュアップしてリメイクしてほしいぐらいね、しんちゃん的には。そうなんですよこれ。だからここで僕が見たかったのはもう指南所魅力をもっと見てみたかったなってとこで、お疲れっす。いつまでも後ろ髪引くこの街の過去、なくして忘れられちまったあの宝箱。